助動詞に can の基本用法練習会です。さあ早速練習が始まるんですが、その前におさらい。T k s ズポイント。can の基本用法。ね、あり得るという気持ちズドンと。ね、えー、気持ちっていうのは助動詞全部に共通するお話です。現在形とか過去形はね、ね、えー、時間を飛び越えてずっと続く事実が現在形でした。過去に終わっちゃった事実が過去形でした。 こんなふうに基本的な時制は、ね、事実を表すんだけどそう助動詞を乗っけると気持ち100%って言い切れないけどさ言っていいんじゃねっていう気持ちが乗っかるのが助動詞です。でその中でキャンはありえるとということ我々はね中学校時代最初にできるっていうね能力的にありえるみたいなことを最初に教わったけれども能力に限りません、ね、可能性のありえるこれがど真ん中であって能力あっても駄目だよって言われちゃうことあるでしょ。そうだから許可を求めるキャン こんなふうに可能性があり得る、あり得る、あり得る、ね、ここがど真ん中に来て、その上で実は可能や許可が乗っかってくるということでした。さあ今回の練習会ではこのあり得る、ど真ん中を特に重点的にやっていくよ。はい、それでは早速練習問題、ズドン次の英文を日本語に訳しなさい。きた訳の問題です。 え二つ用意しました。Everyone can tell a lie. His story can't be true. というこの二つなんですけれどもね。Can't, can't. ねこの二つ用意しました。えー、Everyone 誰もがみんなね tell a lie. この tell a lie という表現がね嘘をつくというねまあ熟語と言ってもいいでしょう。これで嘘をつくと。はい。じゃあ嘘をつくなんだけれどもこれ。 だだったら、ね、100%繰り返しみんんな嘘つくんだ全員が早く「今度あなたの番今度あなたの番今度あなたの番」でも嘘をつかない人もいるよね。まあ、そうであってほしいんだけれどもつくのかもしれないけれどもそうこの「CAN」が乗っかることでどうなりますか「CAN」の気持ちは何なんですかということなんです。で中学校時代のノリだったら先生「キャンといえば「できる」です。ね「可能」です。 まあ言い方変われば「能力があるるってことですそうなのいや僕は嘘をつける能力があるよ能能力とか可能の問題じゃないでしょああ俺うまく嘘つけなかった」とか、まあ、言えないこともないけれどもなんとなくこう生きてると「あやべ嘘ついちゃった膨らましちゃったうちの父ちゃんウルトラマンだって言っちゃったうちの父ちゃんカメ今時はちょっと違うのかな誰でもいいんだけどうちの父ちゃんすごいんだぞ科学特捜隊に!」みたいな。 ちょっと時代が違うけれどもね。ついつい膨らまして、しまう。つい嘘をついてしまう可能性がありえるそうなんです。今回は嘘をつくことができるっていう能力の話ではなく、ついついちゃうんだ。ありえる。これで訳せるかなという練習なのです。はいですから、こうなります。みんなね。まあもっと乗っければ誰もが。 嘘をつくことがありえるとこういうことになるわけはいいいかな日本語的にはできる全然いいんだよでも長文とか読んでるといつでもキャンをできるできるできるおしだとんなんかちょっと意味おかしくないだって頑張ってやった僕ついに人生で三年生になって初めて嘘つけたぜってことじゃないよねあ言っちゃった嘘 そうまさにこの可能性嘘をついてしまうことがありえるこうすることで英語を読む時の意味の広がりが見えてくるの大人になったねさあじゃあもう一個「His story can be true」「His story 彼のお話」「true」が本当で B e 同士がであるってことはこのやっぱり「can't」はいこの「can't」の気持ち一体何だろうねはいじゃあまずね 可能能力みたいな普通のノリで考えてみると「いや僕はお話だよ僕はお話だけど本当であることができえ本当であることができるできないやっぱりおかしくない?」。主語がものになっちゃってるから「いや僕は物語だよできるよ」いやいやいや物語しゃべんないしできないしそうするとこの物語ができるできないっていう能力じゃなくて「 物語これどうなの本当なのの本当っていう可能性の方が日本語として広がるでしょ ?1 番は無理やりできるでも何とかなりそうだったけど2番いや僕は物語できないからそうするとキャントなのでそうありえるの反対でありえないこの役が求められるわけ。そうするとずばり答え書くとね彼の話が。 本当であることはありえない本当だなんてありえないちょっと気持ち乗っけてみましたねまあ、もちろんいいんですよ本当であることは逆に怖いけどね本当であることはありえない方って感じですけれどもいずれにしろあ本当だなんてですねはい ここを間違えるなんてあってはならないありまあ何でもないですけどねはいありえないありえないはいということでね、えー、このようにできるできない変だよねありえないっていうことねこれを使った方がぴったりの意味になるわけですよね、えー、このようにですね上だったら無理やり能力の話でできるでもいいんだけれどもこっちになるとさありえるありえないがね言えないと日本語ぴったりこないでしょそう 中学校時代は我々本当の英語というよりは分かりやすいところだけおいしいところだけ、うん、それはそれでね教育効果学習効果あるんだけど僕たちは基礎の基礎から積み上げてなんだ英語って実はそこまで行きたいいじゃないそのね入り口にあるのがこのキャンの可能性あり得るありえないの話なのほら深いとこまでつかめたかなそれでは入試レベルにチャレンジズドン かっこないに当てはまる言葉を次の選択肢から選選びなさいおっと選択肢問題です。まずは与えられているヒントの日本語理論的にはその問題は起こりうるうわあなんか難しそう「The Problem」その問題理論的「InTheory」日本語だと「Theory」って言ってるけれどもね英語読みだと「Theory」ですけれどもねじゃあこの「起こりうる」っていう部分を選択肢から拾うわけですね。 するとまず一つ目にね、えー、どれにも動詞載ってるんですけれどもまず「hapen」この「hapen」っていうのは主語が起こるという意味です。主語が起こる何かを起こすではなく主語が起こるなので受け身にはできません。ね受け身にできないと。はい。 主語は勝手にわーっと怒るですから、おこ怒れさせ、よく日本語にならないからね。はい、ですから、このね、b ハプンでの部分がおかしいので、三番ちゃんはダメね。はい、そうすると、一番と二番ですけど、どっちが正解かはさておき。現在形ってなんだっけ。そうだね。現在形は当たり前のように、ね、不変のことなんて言ったけど、もっと簡単に言えば、繰り返す。ね、当たり前のように繰り返すことです。で、キャン。 これが乗っかっちゃった場合はアリエルアリエルという、えー、気持ちが乗っかるんでした。はい。ですからね選択肢二個に絞ったのでそれぞれの意味を考えてねいます。現在形は繰り返すね当然だ当たり前だ太陽は東から昇って西に沈む当然だ繰り返すんだ水は百度で沸騰だみたいに当たり前だ繰り返すの現在形に対して。 うん、言い切りはできないけど俺的にはありだと思うんだよねという気持ちこれが「can」の使った場合の意味でしたするとはい「怒りうる」うんこれ気持ちだよね。というふうに考えるとはい正解は「can happen」はーいということなの。 ですから今回もやっぱりキャンをできるという可能能力ではなく可能性で捉えているのでこれ本当に入試問題なわけなんだけれどもそう我々がね知ってたキャンできるじゃなく可能性のキャンありえるの方が実は文章中で何回も何回も繰り返し使われるの。 だから皆さんね、一緒に基礎の基礎から学んできたけれどもかなり高いところまで深いところまでキャン理解できちゃったのどうだいはい、ということで助動詞の一番最初としてキャンについて学んできたんですけれどもね助動詞全体に通じるのが当たり前の事実じゃなくて気持ちを乗っけるっていうこと、ね、気持ちを乗っけるっていうところが助動詞全体の共通点。 その中で「CAN」はど真ん中の意味はあり得るとということですつい僕たちは能力できるっていう感じだったけれどもねそれがたまたま能力に関わることだったらできるっていうことになるだけで、ね、中学校時代はそれを押してたんだけれども別に能力があっても「あなた触んないで」っていう場合もあるからねね僕使うことありりるるかななんていう許可で聞いたりもするのそれとか何か動作が発生したりとかね状況がありえるの そのねふわーっとしたことがあるっていうふうに聞いたりとかねありえるよっていうね気持ちを乗っけるのがキャンのど真んん中なんですですから皆さん今後キャンを見たら「キャンイコールありえる」これをど真ん中に使えるようにしてください。はいお疲れ様